皆さんこんにちは。こちらはソニー XBA100 です。発売は2014年、実売価格は1万円前後でした。これは1個の BA 型ドライバーを搭載したイヤホンです。 BA 型の音は繊細だけど低音が弱いという噂がありますが、本当でしょうか？今回は BA 型イヤホンの音を測定して噂の真相を明らかにします。このモデルのスペックは次の通りです。この製品には BA 型のドライバーが1個使われています。 BA 型というのは四角い鉄板を振動させて音を出す仕組みで、非常に小型のものを作ることができます。リニアドライブというのは BA 型の欠点を改良したソニー独自の構造です。これと類似のモデルに次があります。 XBA の3桁シリーズはこの2つです。 XBA300 には3個の BA 型ドライバーが使われていました。今回ご紹介するのは1個の BA 型ドライバーを使った XBA100 です。イヤホンの測定にはカプラーが必要です。自作のカプラーを使ってイヤホンの音を測定します。こちらが測定結果です。まずはインピダンス特性です。広域にかけて急上昇しています。 3kHz 付近のピークは F0 の共振です。このようにカーブが大きく変化するイヤホンはアンプによって音が変わってしまうことがあります。イヤホン本来の音を聞くためには出力インピダンスが十分低いアンプを使う必要があります。こちらは周波数特性です。低域特性が平坦で広域にピークがあります。密閉型は F0 までがフラットで、 F0 から上は共振共鳴で出る音です。そのため F0 から上はピークがたくさんできて凸凹になるのが普通です。この製品の特性はほぼその通りです。点線のハーマンカーブは耳の聴感特性です。イヤホンの特性がこのカーブに一致するとイヤホンの音がフラットに聞こえますが、だいぶずれていますね。このままでは見づらいのでハーマンカーブとの差を取ります。こちらはハーマンカーブとの差を取った結果です。これは水平でフラットな音になる周波数特性のグラフです。 100Hz から下の低音が下がっていますね。中高域はおおむねフラットですが、 10kHz から先が出ていません。 BA 型は低音が弱いという噂は本当のようです。再生レンジはだいたい 100Hz から 10kHz です。こちらは 1mW の歪み率です。 1mW は普通に音楽を聴くときの音量です。人間の聴覚限界は 1% ですから、 1% のラインが一つの目安です。 F0 付近で歪みが増えていますが、おおむね 1% 付近にあります。このくらいならほとんど気づかないでしょう。 BA 型は原理的に歪みが出やすいデバイスですが、ソニーはリニアドライブという構造を開発して改善したようです。このイヤホンの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番のイヤホンの音はカプラーを使って録音した音です。カプラーで録音した音は耳に入れて聞いた音とは違います。補正カーブはカプラーで録音した音を耳で聞いた音に変換するカーブです。これで今まで耳に入れないと聞くことができなかったイヤホンの音をスピーカーから出して聞くことができます。この補正カーブは研究段階です。参考程度にお聞きください。
古いピアノにもたれて。音楽室の古いピアノにもたれて。音楽室の古いピアノにもたれて。古いピアノにもたれて。再生レンジが狭くて低音が弱い、これが BA 型の特徴と言えそうです。低音が弱いのは振動板の面積が小さすぎるためで、高音が伸びないのは高域にかけてインピーダンスが上昇することと関係がありそうです。歪みに関してはおおむね問題ないレベルに収まっています。再生レンジの問題は複数のドライバーを使って改善するしかなさそうです。 BA 型はもともと性能の低いドライバーです。 BA 型ならではの音の特徴や音色といったものはあまり期待しない方がいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。